主人公である伝説は常に自堕落な生活をしていた。そして学校行きますか。そして電車に乗ると必ず人との距離が当然できるわけである。これは人に嫌われているからである。そして私が電車から出ると人は当然誰もいない。私の横にいた人は、そう、目の前にはこんなにも人が、やっとドラゴンボールマンが、そう、そして学校の校舎に入ると私の周りには当然誰一人としていないのである。そして教室を入るとみんな危険を察知したかのように私の周りには誰もいない。私はそして自分の席にゆっくりと腰を下ろすのである。伝説、伝説はいないのか。はい、伝説は僕ですけど。